はい、どうも、ロックメンステーションのロックメンでーす。ロックメンでーす。なんでその流れ作ったん？今回はですね、お前が今回はですね、MC やるんだ。喋ってる。今回はですね、仕切ってるこいつ。デブが仕切ってる。僕思いついちゃいました。僕普段ジェルとか使って、髪固めてるんですけど、これジェル使いまくって、髪固めまくったら、めっちゃ強い武器なんじゃねっていう。じゃあ一回下ろしてみてよ、髪だけ。めちゃくちゃ長いからね、こいつ、地味に。じゃ一回これ上に上げてみてよ、これ、どんだけ長いのか。映りきらない、カメラに。だこれを立たせて、うん、そう、鋭くして、お前らとかをぶった切るっていう。いや、俺じゃん。トイレめっちゃ臭いんだけど。あえ、すごくね。硬い硬い。ということで、できましたー。これで何をさばくんですか？お豆腐をさばきたいと思いまーす。じゃあ行きますか。行きます。はい。すごいパックリいった、パックリ。え、切れないかなって思った。え、俺も切れないと思った。すげー。もう次どんどん行こう、どんどん行こう。ちょっと、あ、すごい。次はレベルアップしてズル抜けのバナナです。いや、まさかバナナまで来ると思わなかったよ。豆腐切れずに終わると思ってたからね。指で確認してもいいですか？いいよ。無理な顔してるよ、お前。さっきと同じだね、この感じ。負けてる。負けた。痛い。切れた？切れてないよ。もうダメだ。だってもう消えたよ。刃、刃消えた。待って、いつも通りのお前になっちゃった。待ってください。なになになに、クッパー。え、マジ？こうしてやる。いや。お？うわあ！これいけた？これいけたの？いけたってことにしましょう。ちょっと最後。なんだよ、ふざけんなよ。黙っといてよ、それ。でも、こっちこれでいいかな。うん。あ、俺バナナアレルギーだった。硬い硬い。待って。硬い。あ、痛い。千と千尋の下りやれば。何何見て、チーって。あ、俺棒なの。フラッシュの武器じゃないわ。